はい、こんばんは。今初回点検、この BM のね、GS の初回点検に今行ってきました。で、まあ1200キロぐらい走ってたもん、1248キロ、ちょうどね、良かったんですけど、でまあオイル交換とエレメント交換をして、まあ本ちゃんのオイルがこれで入ったので、回転数も今までは一応4000から4500回転縛りだったんですよ。でまあこれ一応8500ぐらいからがレッドゾーンなので、まあ4500の上、5000、6000、7000回転ぐらいっていうのがね、どんな感じになるのか全くわからないので、まあ今後楽しみだなと思うんですけど。で、まあ1000キロ、1200キロ、ちょろちょろっと走って、まあ感じたことというか、まあそんなにまだね、1000キロちょっとじゃいろいろわかんないんですけど、エンジンも回してないし、ってことなんですけど、要は、要はね、これやっぱり今もね、お話ちょっと聞いてきたんですけど、ギア比が、ローのギア比が 1.5 速ぐらいのギア比なんですって。だから俺ね、多分この1000キロちょっとの間にね、このバイクスタート時のエンストね、何回しただろう、5、6回やってんですよ。乗るたんびに1回やってるぐらいのイメージなんですね。でやっぱりね、こうちゃんとアクセルこうグッて開けてあげないと、なんかね、出足が回転数落ちちゃうんですよね、カクンって。でそんなんでね、エンストしやすいっていうのがね、慣れるまでまだ慣れてないですね。だから出足がこうスパッとつなげられないんですよ、まだちょっとね、クラッチの感覚が、下手くそ。まあそんなことで、オイルも硬いオイルが入ったということなので、ある程度ね回せますということです。はい。でまあ来週ね、ちょっと天気がね、微妙っちゃ微妙なんですけども、来週の火曜日ね、天気が良ければ、雨が降ってなければね、まあちょっと師匠の NC が納車ということで、まあ納車はその前にしてるらしいですけどね、まあ納車ツーリングでも行こうかなと思ってはいるんですけど、まあ天気次第ですね。で、私としてもこれの今度このもう少しね、回転数上げて走ったらどうかなっていうのもあるし、この初回点検までね、だからモードもダイナミックモードって入れてないんですよ。峠走るときにね、エンデューロはちょっと使いましたけど、この後はね、来週以降は、ダイナミックモードとかも試してみたいなと思っております。それからサスペンションの方もね、いろいろダイナミックとかエンデューロとかあるので、なんかあったよね、それもちょっと試そうかなと思いますので、またそれはそれで、来週のお楽しみということですね。はい。山並林道だ、箱根山並林道っていうのをね、今モトラッドの人に教えてもらったんですけど、御殿場のとこから、ずっと南下する林道らしいんですよ。でそこね、こういうアドベンチャーで走ると面白いっすよみたいな、細林道らしいんですけどね、結構くねくねが長く続くらしくて、なのでまあ今度ね、教えてもらったんで、その箱根山並林道をね、完全走破みたいなのもちょっとやってみようかと思います。今ね、モトラッドに行くとやっぱりほら、売ってるバイク暇だから見るじゃないですか。ボクサーね、 R1250GS 何台か展示してあるのがあったんですよ。で
まあ、全然またがってもいないし触ってもいないですけど、まあでかいっすね。で、ちょっとやっぱりね、R1250GS がこの 750GS 乗ってると次はそういうのが欲しくなるのかななんてなんとなく思ってはいたんですけど、改めて今日見たらあれはでかいわ。あれはね、いや俺多分あれ乗らないな。まあまあ高いから買えないけど、全然買えないしあれですけど、例えばねこれが3年後に車検が来るわけじゃないですか。でその車検のタイミングとかでですよ、この750にも慣れてさ、で やっぱりボクサーだよなみたいなさことになるのかなみたいな、いろいろBM のボクサー乗ってる方の動画とか見ると結局最終的にそこに行き着くみたいなところがあるのでなのかななんてなんとなくこう漠然とは思ってるんですけど、今日改めて見てね、あのでかいのは俺多分いらないな。取り回しが大変そうだし、まあ触ってないからあれなんですけど、多分引き起こしとかはね、逆にあのボクサーエンジンの方が低重心で多分引き起こしは軽いと思うんですよ。この750よりも引き起こしだけに考えればね。とはいえやっぱりね車重も重いし、いやとにかくここのねシュラウドのこのサイズがもうバカみたいにでかいんで、あれはないな多分。なんかそういう意味じゃちょっと一安心。あれが欲しくなるってことはおそらくないと思います。はい信じないかもしれないけど、いやないなと思いました。はい、でね、まあ3月で結構ほら暖かくなってきたじゃないですか。で自分はもうこの750はさ、もうあれですよ、もう労働専門ですよ。絶対これで林道行こうなんてことは考えないつもりなんですよ今んとこね。なのでー今度4月半ば過ぎぐらいになるとさ、三ヶ坊スーパー林道があそこが開通になるじゃないですか。そしたらねちょっとセロで三ヶ坊に行きたいなと思ってるんですけどね。それはそれで、ただねセロの方がねタイヤもう変えないとねかなりすり減っちゃってるんですよね。だから4月に三ヶ坊行く前にちょっとツーリスト、今ね在庫があるかどうかわかんないですけど、タイヤ入れ替えなきゃなと思ってはいるんですけどね。例えばさ、この GS がさ1年2年乗ってさ、まあ、2年は持たないけど1年乗ってタイヤを変える時期の時にね、次にどのタイヤを入れるかですよね。それによってもしかしたらちょっと三ヶ坊ぐらいならいけるんじゃないかって思うかもしれないし、今は思わないですよ。今は全然思わないですよ。全くダートなんかこれで行ったら絶対倒しそうな気がするし、もったいなくてそんなねガタガタしたとこ走りたくないんで、今は全くそんな気ないですけどね。全くそんな気は今はないですけど、今後わかんないじゃないですか。どうなるかなんてさ、これに慣れちゃってね、まあこのバイクも少しこなれてきてさ、こう小傷が目立つようになってきた時にね、もしかしたら行こうかななんていうねことにもなるかもしれない。まあ、それは分かんないですね。今のところはないです。全くないです、今のところは。って感じですね。まあそんなことで今日は1ヶ月点検、初回点検ということで、まあ久々のこう日暮れのつぶやき元ブログを撮ってみましたけど、はい。来週また、楽しい納車ツーリングに。ともして、ね、いけるといいと思うんですけどね。なかなか NC757 班の X、DCT もね
どんなもんだかね、ちょっとなかなか期待してるんですけどね。そんなことでまた来週、天気が雨が降らなければ、その納車ツーリングでお会いしましょう。それでは皆様さようなら。